コンペティション部門から半世界の皆さんです。監督の坂本淳二さん、そして旬されました稲垣吾郎さん、長谷川博己さん、池脇千鶴さん、そして渋川清彦さんです。まず監督からお話を伺いたいと思います。はい、今回完全にオリジナル作品ということで、すごく日常を描いているようで不思議なエッセンスもありましたが、どういうところで着想を得たんでしょうか。まずは稲垣君と仕事をするという前提で、どういう役割をやってもらえればいいかと、その時に僕が直感というんですかね、山の男というか土臭い男っていうのをやっていただいたら、なんか新鮮だし、似合うはずだというところから始まり、ただ小さな町の話ではあるけども、なんかそこの狭い間口だけども、奥行きの深いものを撮りたいということで、いろいろオリジナル脚本を書くときに、今は自分はどういう時代にこの映画を作ろうとしているのかとか、そういうことを念頭に置いて臨みました。ありがとうございます。失礼します。ではそんな稲垣さんにも伺いたいんですけど、似合わないのかなと思ったら似合っていました。そのあたりがすごくリアリティを持っていらしたんですが、この40歳を前にして焦るには早すぎて、そして諦めるにはとか、いろいろあるじゃないですか。そのあたり逆だったかな。どういう思いで演じられましたか。いやでもやっぱりすごく自分と重なるものも多かったですし、確かにその山の中で一人でこもって黙々とね、作業していく職人っていうのは僕には全くない部分ではあったんですけれども、風貌もそうですし、ただやっぱりこの年になってね、人生半ばを迎えて、なんか本当に共感するものが僕には全くないものではあったんですけど、僕は一人で暮らしてますし、子供もいるわけでもないですし、幼馴染の親友がいるわけでもないので、でもなんか本当にこれから自分がまた生きていく上でのなんかいろんなヒントもいただけましたし、見る人もすごく新鮮だと思います。僕もこういう役柄は今まで全くなかったので、反抗期の息子さんを前にという、このどういう自分の引き出しを探って演じたんですか。いやもうでも監督にそれはもう本当に細かく手取り足取り教えていただいて、すごく細かくやっぱ演技指導もしてくださったので、もうそこはもう本当に信頼を持っているので、そうですね、本当に父親の役をやるっていうのはね、増えてはきてるんですけど、全くわからないことなのでね、俳優さんってそういう仕事だと思うんですけど、でも楽しかったです本当に。自分の我が息子のようにも最後には思えてきましたし、もうやっぱりスタッフもそうですし、キャストもそうですし、みんななんかずっと1ヶ月間三重県の方でもう合宿みたいな感じだったので、本当に家族みたいな感じな思いになって、素晴らしい、思い出となりました。ありがとうございます。はい、どうぞ。長谷川さんに再び伺います。本当に難しい役どころで、穏やかなのかなと思ったら情熱的なダークな部分はありましたが、難しかったですか、演じてて。そうですね、いろんな過去のある役柄だったので、自衛隊としていろいろなところに派遣されて、そのところ何があったのかっていうのは僕らもちょっとわからないっていう、想像でやっていくしかないところがあったので、そういうところをちょっとすごく積み重ねて、いろんなものを調べて、どういう体験をしたんだろうなっていうのを想像しながらやっていくっていうのは結構ハードでしたね。心身ともに割と来るものありましたね。ぜひ皆さんの心情をですね、いろんな移り変わりをご覧いただきたいんですが、夫婦の愛についても素晴らしいシーンがたくさんありました。一言頂戴できますか。そうですね、稲垣さんとちゃんとお会いするのはもちろん初めてなんですけど、こう何年もいたんだろうなっていうその空気を醸し出してくださったから、私はとてもやりやすかったですし、あとは男同士の飲んでるところとか一緒にいて、自分も入りたい、楽しそうなその輪にっていう、この女が入れないようなものを皆さんが出してくれてて、見ててすごく面白かったですね。また渋川さんもいい味出してましたね。ありがとうございます。
はい、ね、ぜひ皆さんにその男の友情のシーンもご覧いただきたいと思います。そして夫婦の愛について、家族の愛についてもご覧いただきたいと思います。反省会の皆さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。